手塚優です。よろしくお願いします。今までいろんなカンパニーに出させてもらってて、カンパニーごとにいろいろやっぱりこだわりとか特色とかいろいろあるんですけど、ファーベルとルーデンスは俳優をとても大事にしてくれるという印象がとても強いので、毎回ありがたく思ってます。そのパンフレットにしても、そのなんか役者を紹介するっていうのにしても、役者の稽古で実際芝居をどういうふうに作っていくかっていうふうに関しても、役者の意見っていうのはすごく大事にしてくれるところだし、寺本さんが役者と一緒にいろいろいいものを作っていくにはどうしたらいいかっていうのをいろいろもう試行錯誤しながら、よりいいもの、よりいいものっていうふうに作っていこうっていう雰囲気がとても強いカンパニーなんで、稽古に行くのがとても毎回楽しみです。まだちょっと稽古も始まったばっかりで、これからどんどん良くなっていくとは思うんですけども、寺本さんの作品一回見に来てくれた方はご存知だと思うんですけど、もうこんな話だと思ったのがもう最後のすごくどんでん返しというか、こういう話だったんだっていうのがすごく衝撃的な展開が多いんですけども、今回も台本を一発読んだ時からもうその読んでる側からもそういう衝撃が走るような作品で、もう前半お客さんをそういう世界に引きずり込みつつも、最後そのどんでん返しのその衝撃をどれだけ与えられるかっていうところにもう命かけてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回ファーベルとルーデンス第6回公演うつせみものの魂、見に来てくれた人に本当見終わった後、内容に関してはちょっと伏せさせていただきますけども、年代問わず本当いろんなことを考えさせられる作品だなと思います。絶対に後悔させない作品になると思いますので、ぜひ劇場にお越しください。ファーベルとルーデンス第6回公演うつせみものの魂、7月10日から16日まで新宿シアタースターフィールドにてチケット絶賛発売中です。よろしくお願いします。